入り組んだ地形と豊かな潮流で古くから釣りのメッカとして知られている熊本県の天草。ルアーアングラーにとってもアジやメバル、青物やヒラスズキなどさまざまな魚たちが狙える釣り場として注目を集めている。今回はそんな天草を舞台に、関西を拠点とする武田栄がライトゲームの魅力を解説する。今回のルアパラ九州 TV は熊本県天草のライトゲームをお届けしています。おはようございます。大名張フィールドテスター武田栄でございます。すっかり冬になりまして寒いんですが、今回はですね、この景色のいい天草エリアで冬のライトゲーム、アジをメインに大名張の各種ジグヘッド、あとワーム類を使ってですね、アジだけじゃないかもしれませんが、いろいろ楽しんで釣っていきたいと思います。はい、夕暮れが近づいてまいりましたので、そろそろ実調と思います。まあアジが中心なんですが、時期が時期、まあ冬ですからメバルかその他何か釣れるか分かんないので、とりあえずやっていきます。まずは 1g もしくは 1.2g ぐらいのこういうジグヘッド、これにワームをつけて狙っていきます。はい、まずはですね、状況がまあよく分からないので、このワンガンプロヘッド 1.2g、まあ、使いやすいサイズの、ジグヘッドにドルメシャットっていう、これメバルもアジも、まあ、両方狙えるようなワームをセットしてちょっと様子を探ろうと思ってます。基本的には投げてゆっくり巻くっていうことだけなんです。まあ、例えば、まあ、フルキャストしてもう着水したらすぐに割と糸を張ったままゆっくりゆっくり巻くと、これで、まあ、明かり回りだったり潮が良くて、まあ、メバルアジが溜まってくるような場所だと反応してくれるはずです。イメージ的にはね、これぐらいのスピード、ジグヘッド自体は非常にバランスがいいので、こういうふうにまっすぐ水の中を漂ってくれるようなイメージ、場合によってはちょっと止めてみたり、ピョンピョンと竿でアクションをつけたりしていくんですが、基本的にはゆっくり巻く、テンションかけたまま落としていく、基本的にはこういう使い方です。よっぽど魚がね、そこにだけいるって時はもう最初から沈めて釣る場合もあるんですが、その場合も巻く時はゆっくりと安定してワームが泳いでいくように、これが基本です。今日は皆さんご存知の通り、すごく1年を通してあったかかったので水温もすごく高いんですよ。で、例年とは違って普段アジがいなくなる場所でもいてたり、逆にメバルが釣れるところにアジがいたり、でアジだと思って行ったらメバルがいてたり、まあ、そういう冬なので、本当今回はね、シンプルなこういうジグ、まあ、これジグタンと呼ばれる釣り方ですけど、これで釣り方をシンプルにしていろんなところを探りながら魚の様子を見ていこうという、まあ、こういう釣りです。もう今日もご覧の通り天気は最高ですから、ライトゲームはぜひ皆さん泣いた時やってくださいね。あと15分ぐらいするともう真っ暗になってくるんじゃないですか。どこにいてるかな、アジ。
あら、噛まれました。ワームが噛まれました。これはフグです。こういう噛まれ方するのはね、フグなんですよ。ちょっとフグがいるのはちょっと危険。ちょっと回避してみます。ワームの色を変えたりね、ジグヘッド重さを変えたりしながら。フグはね、ガツガツっと小さくはコツコツって当たってくるのはフグが多いんですけど、わからないのもあります。なので回収、何回か回収した時にあのワームをチェックしてください。まあ、常夜灯があるとね、すごく見やすいので、ちょっとフグよけのつもりで。ワームのカラーをクリア系に変更した武田。するといきなり、なんか来た。スーッと落としてました今。あら、何でしょう。ご存知、アラカブちゃんです。いいですね、年中いてくれて。かわいい。はい、すぐリリースします。今日はいろいろこう港周りからね、やれるとこどんどん回っていきます。忙しいですよ。ちょっと表層はまだあんま反応がないので。さあ、またもやアラカブちゃんな気がします。同じ感じ。かわいい。いいでしょう、なんかたしなんでる感じがいいですね。続けて狙っていると、おい、来たメバルです。まあ時期が時期なので、やっぱりメバルくんいますね。ちょうど釣って楽しいぐらいのメバル。これ綺麗に横にかかってるでしょ。これはメバルは一番いいかかり方です。魚とジグヘッド、針のサイズがちょうどいいですね。食べてから反転して横へかかってますから、100点のフッキング、湾岸プロヘッド、よく引いてくれます。思ったより深いので、ちょっと重めのジグヘッドに変えます。頻繁に、ジグヘッドを変える場合はですね、こういう非常に便利なライトゲーム、マイクロゲーム用のスナップがありますから、使ってください。これもワンタッチでカチッとジグヘッド挟み込むだけですから。明るいヘッドライトを使ってくださいね、ぜひ。全然作業が楽ですから。じゃあそろそろアジもいてほしいので、ちょっと重めのアジ玉 1.2g、 ちょっと大きくなります。ワームもじゃあちょっとアジ用に。アジ用のワームってね、ちょっと長めなんですよね。でこのドロメシャットのちょっと長いの M サイズね、これを刺します。はい、こんな感じです。暗くなってきましたね、すっかり。暗くなるとアジもこういう常夜灯の周りにうっすら寄ってきてくれます。この後しばらく探ってみたものの、魚からの反応はなく、別の釣り場の様子を見てみることに。さあ、どんどん移動してきています。
ちょっとアジを探しにね、なんとか釣りたいなと思って、アジ専用のエステルラインに 1g ワンガンプロヘッドドロメシャット、これでとりあえずメバルがいるかアジがいるかやってみます。そろそろ潮も動き出してると思うんですよね。おお、当たりました。多分アジです。アジいそう。そんな大きなアジじゃないかもですけど、当たりました。どうか、バレた。さっき当たったのは違いますね、これとは。続けます。豆味かもですね。豆味とあればちょっとね、ワンガンプロヘッド針は大きめなんですよ。なので同じワームでちょっと小さな針がついてる豆味玉に変更。よいしょ、よいしょ。 0.8g の豆味玉、これその名の通りちっちゃめのアジを狙うために専用に作られたジグヘッドです。これは効きます。はい、こんな感じ。豆アジ玉にドロメシャット、小さい方、これでちょっとやってみます。さあ、アジだといいな。だいたい来るとしたらアラカブ、メバル、アジ、生後、こんな感じですかね、時期的に。またちっちゃいのが来ました。アラカブかな。はい、針がちっちゃいからすぐかかります。最初のアジらしきあたりはアジだったと思うんですけどね。お、何でしょう。同じくすごいな、アラカブ。割と浅いんでね。はい、それではどんどん移動しましょう。小型のカサゴが連発する状況でさらに移動を決断した武田。なんとかアジの姿を見たいところだが、果たして。今回のルアパラ九州 TV は熊本県天草のライトゲームをお届けしています。アジやメバルを求めて天草を釣り歩く武田。しかし季節外れの暖かさが影響してか、どの釣り場も反応はいまいち。そんな中、釣り場を移動しながら釣りを続けていると、お、来た。なんやなんや、おお、おお、メバルです。丸飲みされてしまいました。いいっす、メバルよく引いて。かわいいメバルです。メバルはね、ここ口元をこういう風に持ってあげてください。おとなしくなります。で、深くちょっと入りすぎてしまったら、これね、これ武田式なんですけど、こう指を入れてジグヘッドね、爪にちょうど針のが上に来るようにしてやると、ポロッとポロッと抜けます。こういう風に、はい、こういう風にね、こういう風にしてキュッと押してやるとプッとすぐ抜けますから。メバル、ありがとう。
続けて狙っていると、武田連続ヒット。お、なんか潮が下がり始めて冬らしくメバルの時代になってきたようです。楽しい、すごいな、これ、ね、泥目シャットもちっちゃいのやっぱり強いですね。メバルはね比較的ちっちゃくてキビキビするワームがやっぱりいいです。基本的には同じ釣り方で大丈夫です。メバルのいる場所、アジのいる場所は割とはっきりしてることもあるので、まあ、こういうなんか石積みが入ってね起伏がちょっとあるようなとこはやっぱりメバルが多いです。決して重いジグヘッドを使わないことですぐ根掛かりしちゃうんで、軽いので上から優しく釣っていく。またしても当たりを捉えた武田。いいですね、なんかお手軽アベレージサイズ、優しくリリースしたいと思います。あの釣って食べるもいいんですけど、優しくねこういうちっちゃい魚、まあ、釣って楽しむというかね、僕は遊びで楽しませていただいてますから、優しくリリース、ありがとう。いや楽しいな、今日はいいですね、あんまり寒くもないし、優秀です。豆味玉にドロムシャット。さあじゃあアジを探して移動しますかね。はい、もう何箇所目でしょうか、移動してきました、狙ってみます。お、一度目からなんや、アラカブちゃんかな。あ、すごいすごい可愛いメバル、もうある意味豆味玉恐るべしです。もうやさ、できるだけ早く優しく帰ってもらいます、ありがとう。いないですね、寒波とともにアジは抜けたんでしょうか。移動します。この後も釣り場を移動しながら釣りを続けたものの、アジの姿が見えないばかりか大粒の雨が落ち始めた。さあどうする武田。はい、夜も更けてまいりまして、釣りもこれからかと思いきや、まさかの雨が降ってきましてですね、ちょっとまあこれ以上はちょっと危ないってことで、断念しました。まあ、幸い、メバルがちょこちょこ、アラカブくんも釣れまして、アジがね、本当これからかなと思って、雨のせいで残念ですが、ぜひ、まあ、ライトゲームですから皆さんね、もう決して無理をなさらずに楽しんでください。特に冬場ですしね、強い風、雨はもちろん、もう、なぎのね、あったかい日にぜひ冬はやってほしいなと思います。今日使ったのはですね、まあ、この大きくは3種ありまして、湾岸プロヘッド、これはですねアジ用のジグヘッド、メバル用のジグヘッド、大縄張にもいろいろあるんですが、全てを網羅してオールラウンドに使っていただこうというね、最近発売になりまして、例えば、まあ、アジメバルを狙ってて整合が釣れる日があるとかね、急にアラカブばっかり釣れたとか、思ってた以上にメバルもアジも大きい、どうしようかなんて時は、この湾岸プロヘッドを、まあ、お使いいただくと、いいバランスのフックサイズ、強さはもちろんですに仕上がってますから、特に、まあ、Pラインなんかでね、いろんなライトゲームをしようなんて方には超おすすめの万能型のジグヘッドです。で今日、まあ、アジを探しながら使ってたのはこの2種類、ご存知アジ玉と豆アジ玉
これはもうアジ専用設計で作られたオーナー針のジグヘッドなんですが、アジ玉はね、通常の、20センチ前後ぐらいからそれ以上のアジがいるような場所はもうアジ玉、これ弾丸とか言って玉と呼びます、アジ玉、はい、これも 0.6 グラムから、どんどん重たいところまでバリエーションいっぱいありますから、アジ玉をまず覚えていてください。そして豆アジ、その名もこれ豆アジ玉と書いてます、20センチ以下になってくるとね、いわゆる小アジ、豆アジと僕ら呼んでますけど、南蛮漬けなんかにして美味しいサイズですけど、そういうのがいっぱいいる季節場所があります。そういう時は、ワームも合わせてですね、小さめに設計されてます。今日もあんな小さなメバルちゃんとかアラカブくんが連れてくれますんで、ちょっとね遊ばせていただくにはいいかなという。もちろん繊細なタックルと細い糸ラインを使っていただかないといけないんですが、 1g、以下 0.2 グラムまですごく軽い、針も小さくなってます。豆アジ玉、この2つ、今日はねだいたいワンガンプロヘッドと、大きなアジがいなかったんでね、ワンガンプロヘッドと豆アジ玉を、交互に使いながら探ってました。でセットしたワームもこれですね、そこそこのアジがいればこのアジネクトン、これぐらいの長さがあります。もう高実績のアジネクトンで、今日みたいによく釣れる魚がわからない、大きさがわからないって時はこのドロメシャット、これは M サイズですけど、もう一つ小さい僕がよく今日使ってました S サイズがあります。というわけで残念ながら雨となってしまいましたが、そこそこ楽しい欄眼をさせていただきましたので、ぜひ皆さん楽しいライトゲームを今年も。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。おはようございます、釣り具のポイントの後藤です。さあ本日は後藤店長のちょっと気になるこの商品持ってまいりました。それがですねこちら。さあこれ一体何でしょう。これ実はですね、このようにライトなんですよ。これがですね HB コンセプトのプッシュアップランタンという商品になります。でこれですね、もう押すとついて、押すと消えます。本当になんだこれって最初思ったんですけども、本当にこれ便利で、というのがですね、もちろんこれでオンオフができるのももちろん便利なんですけども、これですねこのようにぶら下げることもできるんですよ。ですので、例えばロッドケースのところにちょっとつけておいて、その辺あたりを照らすこともできますし、さらにはですねこちらですね、マグネットがついているので、これまたポンと金属素材のものにはつけることができますので、壁掛けとしてもこういうふうにつけることができるんです。で、これ特に夜 のライトゲームなんかに荷物を置いている場所にこれをポンと置いとくと、もう本当に便利です。すぐつけてるときヘッドライトをカチカチってする必要もなくてですね、ポンと押してその場で、例えばルアーの交換をしていたりとか、ノット組んだりっていう作業が非常に簡単ですし、消したいとき消したいときもただグッと押せばいいだけの商品になります。でこれなかなかありそうでなかったライトで、それまでランタンって結構大掛かりなランタンが多かったんですけども、これは本当に非常に小型で持ち運びも便利で、本当に手軽にですね明るさのあるランタンになっておりますので、ボックスの中に入れとっても、もちろん邪魔にはならないので、もうナイトゲームには非常におすすめの商品となっておりますので、ぜひこちらいかがでしょうか。